はい、阿部ちゃんでございます。はい、本日なんですけども早速こちらのお店に来ました。はい、赤からさんでございます。パチパチ。はい、赤からさん、俺本当人生初めて、赤から行くんですけども、今回はそんな赤からでこちらをやりたいと思います。ドン。はい、1万円企画よっ。はい、赤からでね、まあ、1万円分ねもう食べ飲み、していこうかなと思います。で、今日本当にねたまたまなんだけども、創業祭っていうのもやってて、なんとねビールとかレモンサワーとかハイボールとかが半額で飲めるということで、もうよりね1万円分楽しめるんじゃないかなと思います、はい、ということで早速、2人でね1万円分ちょっと赤からで、飲み食い合流していきましょう。よいしょ。はい、ということで早速お店へ来てもうビールを注文しちゃいました。はい、今日も今日で暑いんで、はい、まあ熱い鍋を食べて、うん、酒飲んで1万円いきましょう。よっしゃ。ほんならカバー、はい、あなす。あー、うまい。おいしい。たまらんな。うん、うまい。ちなみにね、このまあさっきオープニングでも言ったんだけども、はい、7月1日から8月2日までもう対象のドリンク半額なんよ。生ビールとかも半額だし、レモンサワーとかハイボールも半額、200円ちょっとで飲めるという、うん、めちゃくちゃ安いことやってる。これを込みでね今回は1万円やっていくんで、はい、うん、じゃあメニューをじゃあ紹介しましょう。はい、はい、ということで、メニューこんな感じになってるんだけども、本当初めて来たんだけど焼肉とかんだね、うん、焼肉、うん、結構焼肉の種類がある。本当鍋っていうイメージだったけど、それ以外もねこういう一品料理、やっぱね名古屋名物系のね味噌カツとか手羽先とかもあったりして、まあこういう一品系で、まあやっぱ赤からといったらこのね鍋、赤からの鍋があります。で今ね期間限定でこういうね激辛鍋っていうのもやってて、これね数量限定でもうめちゃくちゃ辛いらしい。これ辛さ30番相当って書いてあるんだけど、ちょっとこれね興味あるね。そうですね、これちょっとやってみたい欲もある、うんうん、でドリンクメニューこんな感じです。まあ、ハイボール生とかで、今回はここの半額をちょっとね攻めていこうかなと思います。よし、ということで早速ちょっとおつまみをね、注文したんだけど、こちらでございます。こちらがね鶏ささみネギ塩あえですね、まあ、税込みで638円です。はい、でこちらが手羽先唐揚げですね、638円です。よし、じゃあちょっと俺この鶏刺し食べようかな。うん、美味しそう。塩だれすごいね。そうですね、塩だれとネギ、うん、薬味たっぷりで、これでいただきます。うん、ネギ、うん、めちゃくちゃネギ、うんうんうん、塩だれガツンのネギ、うん、鶏もうまいな。もう本当にとにかくこの塩だれとネギのアクセルとか半端なくうまい。はいはいはい、結構濃いめでこれ酒進むやつ、うん、はい、なんかこの時期にいいわ。あ、夏のね、夏のこのさっぱりする感じ、うん、うーん、うまい。はあ、今日は1万円分だからね。そうなんです、豪遊できるよ、ええ、うん、じゃあちょっと手羽先も食べるわ。はいはい、手羽先、まあ名古屋、なんかほんと赤からってこう名古屋のね、名古屋名物のお店っぽいから、うん、知らなかったわ、ね、手羽先いただきます。うまい。うん、黒胡椒みたいなこの、はい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 、スパイスがすごい効いてるわ。うん、こ、う、の、ん、結構いい塩分、うん、こりゃビール進むわ。あー、いいですね。うまっ。うん、ビール進むやつこれ、うん、よいしょ。鶏ね、鶏刺しだいぶ分厚いなね。薬味たっぷりがね、ね、嬉しい。うん、よいしょ。いいね。いただきます。はい。お、ほんとだ、ほんとだ。うん。もう塩だれの味がすごい。塩だれとこのネギのね、うん、がっつり。おいしい。うん。ささみはプルプルですね。そうよね、うん。うん。だいぶプルプルして新鮮な感じがすごい。まあでも、ネギだれだな。ね。うん。いいね。美味しいな。テパも行く？飲んじゃう。飲んでテパ行くか。ああ、いいね。
ああ、貝汁食い。うまっ。めちゃくちゃうまいね。めちゃくちゃうまいこれ。これビール進む味するよね。うん、いや、ちょっと、おかわりしよう、おかわりしよう。はい、はいよ。2杯目。バイバイ。うまい。ああ。うまい。おいしい。この手羽めちゃうまじゃない。これすごいですね。な、味、半端ないよな。うん、スパイシー具合がかなりする、うん、ずっとしゃぶっておきたい、うん、こんだけうまかったら俺手汚れていいもん。そうよね、うん、珍しい阿部さんが手で食ってる。あんまね俺こういうの行きたくないけどね、うん、これだけうまかったね。指もうまいから、うん、名古屋行ったことないんだよね俺。うん、マジっすか。あるありますよ。何したん普通に旅行。ジブリパーク。ジブリパーク名古屋、ええ、ジブリパークメインで行った。ジブリパークです。でも美味しい料理とか食べたでしょ。うん、食べた食べた。居酒屋も回ったし、うん、てか行ってたやんこの前。うん、行ってたよね。2日前とか3日前行ってたよね。はい、ほやほややん味噌おでんとか、うんうん、味噌カツとか、うん、ひつまぶしとか、うん、全部食った。3日前に、うん、全部3日前に食って、うん、今日またこの名古屋の。そう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 。でも手羽先はね食ってなかったから。ああよかったよかった。あでも味噌カツとかやっぱそういうの食ったんだ。食ってきましたよ一通り。あよかったじゃあ、うん、ここで頼まなくて。本当。ああ、うまい。まだ折り返すのないからね。全然全然。まあまあまだつまみをそんな頼んでないからね。うん、ちょっと次何頼む？ね。焼肉とかでも。ありなんよ。ありないよね。めちゃくちゃ種類あるから。あるから。それじゃあ肉頼もうか。うん、なんか頼もう。頼もう。よしということで肉来ました、はい、こちらでございます。はい、肉3種類全部ポンってきたね、うん、じゃあこれがね赤からの鶏せせり、396円。こっちが赤からの豚ハラミ、396円。でこっちが牛カルビだね、539円でございます。なんか全部ね旨辛ダレみたいなのついてるっぽいよ、うん、タレがいいね、うん、牛カルビから。あ、いい音。無音あ、鳴った鳴った。いい音だ。うん、無音。もう全部焼いちゃうわ。あ、いい音。ああ無音だって言ってる間にハイボールも頼んだんだけど、はいよ。これね、税込みでも200いくらあったよ、うん、210何円。はい、カバー。乾杯。うまい。美味しい。うん、おそらくブラックニックハイボールかな、うん、肉もいいわ。やっといい音してきた。焼けてきたよほら、うん、ほら。あ、美味しそう。牛です。うわこれちょっとライスに乗っけて確かに頬張りたいな。美味しそうです。やっぱこれは辛いんかな、うん、辛いんかな。全部旨辛だれみたいな感じだったよ、うん、うわってかもうすごいな。いけるんちゃう。いけるかこれ、うん、ちょっとじゃあ俺いっちゃおうかな。美味しそうよ。これもうね味付いてるっぽいから、うん、このままいっちゃうわ俺。ちょっともうまずはこのままシンプルに、はいはい、うまっ。焼肉だ焼肉だ。うまっ。うん、脂がプルプルだわマジで。このうま辛だれ、うん、ちょっとピリッとしててこの甘みとうまみがある、うんうん、このタレがタレがまとってめちゃくちゃうまいわ。うん、ハイボール肉ハイボール最高。最高でしょ、うん、ちょい辛がいい ね, ね。ちなみにね、この赤辛ファイヤーっていうのが卓上にあるんだけど、これもなんかぜひつけてって言ってた店員さんが。そのままでも食べれるけど、うん、これつけたらより美味しいよということで、ちょっと俺やりましょう。やろうか、お肉をね。やっぱ赤辛はさ、やっぱなんか辛いものを食べに来るイメージあるから、そうそう、うん、どんなもんだろう。分からん。これかけすぎかな。結構いきましたね。これ辛いかな。本当に赤辛だね。いただきます。うん、まっ。辛いですか。全然もう旨味、旨味スパイス、うんうんうん、絶対にかけたらうまい、あ、うまい。そんな全然辛くないよ。そうなんす、ね、旨味が本当に出る、増すって感じ。ハイボールが進む。うまい。やっぱね、辛い肉って進むから。進むよな。うん、これもね、お肉いただきます。もう一人2枚制なんで、ええ、あと全部食べちゃっていいんで、いただきます。はい。
いや、美味しい。美味しいよな、うん、全然辛くない。うん、うん、タレの甘みと旨みがすごい、うん、俺辛いのそんなね、そうやな、苦手な方だけど、うん、全然食える、うん、むしろこの旨みがすごいから、うん、美味しい。いいね。あー美味しいな。俺もファイヤーする。これ絶対ね、俺マジこれつけた方が絶対美味しかった。ファイヤー、あざからファイヤー結構、うん、そのぐらいいこうかな。辛くは正直ないよ。旨みが増すって感じこれね。うん、うん、マジだ。美味しいよな、うん、全然辛くないよな。わすごい、俺これ求めてたかも。辛いやつからしか出てくる旨味あるじゃないですか、うん、でも辛いの苦手な人この旨味取れないのよ。うまいの分かってても。そうね、うん、辛さが来ちゃうからね。これは旨味が先行してる。そうな、うん、めっちゃうまい、うん、あいいね。え、すごいっすねこれ、うん、せせりと辛味か、うん、これも焼いちゃおう。はい、もう全焼きで。全焼きいこう。全焼きで。でも本当にこのベースがさ、うん、この辛いというかさ、うん、やっぱ赤から特有だよね。いいわ、美味しい。やっぱ肉ってやっぱ元気になるというか、その幸せになるからね、はい、そうなんです。肉を焼くと、うん、よかった今日肉焼けて。ちょっと今日俺なんか落ち込んでたから。落ち込んでたんですか。うん、気持ちね。お、体重が 0.3 キロ増えたからちょっと落ち込んでたんよ。うん、女子大生やな。鶏とね、うん、豚なんで、鶏、豚、牛だよ。全部全部食べたね俺は。美味しそう、うん、肉いい感じか。うん、もう最初せせりこかな。そうですね、鶏。美味しそう。これちょっともう俺はマッソでも、うん、もうファイヤーを、はいはい、ファイヤーかけてね。マッソファイヤーで、うん、それやっぱいいわ、あった方が、うん、ファイヤー込みで。いただきます。うまい。うん、鶏柔らか。うん、うん、柔らかくてプリプリだ。うん、うん、うまい。うん、よいしょ。ちょっとハイボールがね進みすぎるのよね。わかる。うん、美味しい。ということでもうね、はい、勝利2敗2。はい、そういうこと。頼んじゃいました。どうせね、私もね、どうせ飲むから、どうせ飲むから。これでちなみにね、5000円ぐらいになったんよ。うん、そうですね。やっぱ1万円っていいな。ね。すごい贅沢できる。まだ半分だから。うん。で、このハラミもいくわ。いいね。もうハラミもね、もうこのファイヤーなんで、はいはい、ファイヤーで。うまい。柔らかいハラミも。うん。幸せだ。やっぱ全体的にちょっとこの辛いベースがいいね。そうですね。本当に辛めの。酒進むわ、ね、ハイボール。いいっすね。うまい、うまい。ファイヤーは絶対あった方がいいですね。ファイヤーはうまい。うん、うまいよな。おいしい。肉、うん、シンプルにめちゃめちゃうまいよな。肉全然。早っ。1万円だから。はい、いや、1万円だから。赤からのこの辛さは辛いの苦手な人もね、うん、うまい、うまい、うま辛、うん、全然辛くないよね。そう、この赤辛ファイヤーうま辛って感じ、うん、あでも何だろう、激辛欲もちょっと正直俺はあるのよ。確かに、うん、やっぱね俺結構好きだから、はいはい、激辛。あさん好きよね。俺好き、うん、めっちゃ好き。俺もね、そう、一人じゃ絶対行けないから行ってみたいの。あ、激辛。あ、結構幸せ度は、うん、来てる来てる来てる、うん、美味しい。そろそろ鍋行きたいよな。うん、やっと5000円ぐらいでしょ。そう、半分。うん、やっぱ大物行かないと。これ行こうよ。これ行っちゃうか、ね、この激辛鍋だって。これ数量限定で今期間限定でやってるところでしょ、うん、で何がすごいかって、はいはい、あのこれ同意書書くっぽいの。挑戦前にバンジージャンプとかと一緒ってことでしょ。そう、命の危険はもう自己責任ですっていう、うん、まあちょっと今日はどうなっちゃうんだろうな。これやろうか。やりましょう。頼もうか。うん、うん、まさかよ、本当にこんなの俺人生初よ。すっごい。書くか。書いてください。怖いな。二紙をね、はい、書かないとだから。これ、でも俺結構辛いの好きだからさ、うん、
挑戦したい部分もあるんだよね。高見もじゃあ書きましたよと、はい、もうこれでマジで俺らは自己責任です。そう、楽しみで、楽しみだな。でもね、ちょっと待とう。はい、よし、ということで来ました、言ってたやつ、この激辛鍋。これね、今ねちょっと鍋で温めてもらってるんだけども、ちょっと一回じゃあ開けようか。こんな感じ。おお、これ一人前なんだけどさ、めっちゃ量多くないね。これ大体10分ぐらいで出来上がるっぽい。うん、でこのやっぱ赤いこの唐辛子とかあるんだけど、これは一応ね、あの食べなくていいって言われて、はい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 、あの食べれるけどみたいなね、うん、なんかかじってみてもいいですよって言われたけど、うん、これ食ったら多分死ぬから。チャレンジャーですこれは。うん、ちょっとこれじゃあ10分ぐらいらしいんで、うん、ちょっと待とうか。うわー、うまそう。もう辛い匂いがすごい。本当だ。これって普通に完食した人とかって全然います？あ、普通にいますね。あ、はい、普通の人は食べないですね。大丈夫ですか俺ら。大丈夫か。得意とか好きじゃないと思う。あ、でも辛いの大好きなんで。普通の人は無理なんで。あ、はいはいはい、そのレベルか。宮がちょっと生っぽいので少しよろしく。はい、わかりました。1分ぐらい冷えてます。あ、わかりました。ありがとうございます。あとね、1分ぐらいちょっと火入れてって言われたから、うん、ちょっと待とうか。はいはい。で、言ってる間にそのポテトサラダも来た。いいよ。赤からポテトサラダ385円。うん、これ一応ね、箸休めにもなるから。そうですね。うん、赤からポテトサラダからちょっと辛いんかな、ね、いただきます。うまっ。本当に辛うま、なんか旨味、辛さの旨味があるって感じで、全然辛くはない。ちょっとピリッとしてるぐらい。うんうんうん、これ多分いいね、箸休めになるわ。そうですね、今から激辛食べるってなると、うん、あ、美味しいね。美味しい。ちなみにこのポテトサラダ、この赤辛鍋のあと一番味噌を使用って書いてある。へ、うんうん、言うてる間にこやつができた。あ、もう湯気が辛い。この激辛鍋に限っては一人前 OK らしくて、うん、今回は本当に一人前にしました。でも見た目は普通に美味しそうだね。そうですね、マジで。ちょっとじゃあマジェマジェして、何が入ってんだろう。もやしと白菜、あとまあつくねとかね、いろいろ豆腐もある。厚揚げ、ちょっとね、もう混ぜよう一旦、うん、混ぜて辛さを均等にすることが今大事。もう匂いすごいけど刺激。ちょっとじゃあもういっちゃうよ、これお箸で。野菜でまず、わあ、ドキドキですね。同意書書いてるからね。ねえ、まあもう俺のこの一口で全てがわかると思う、うん、入れます。おう、なるほど。おう、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。なるほど。なるほど、なるほど。すごそうですね。なるほど。なるほど。これ、これやばそうだな。これダメそうだ。なるほど。よだれしか出ない今。うわっと。ああ、なるほど。全然辛くない。嘘つけ。嘘つけ。全然辛くないぞ。嘘つけ。そう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 。なるほど。なるほど。なるほど。うん。無理無理無理、ダメ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 、つけてつけて、無理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 、めっちゃあるからまだ無理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 。あの、じゃあ正直に言うわ、はいはいはい、めちゃくちゃ辛い。でもギリだな。おお、あのこれ以上辛かったらもう絶対に無理。あ、そこのちょうどギリ、めっちゃ涙出る。本当にギリ。なるほど。デッドで、何、もうちょいでデッド。もうちょいでデッドか。うん、ちょっと食べてみて。俺デッドするよ。いや、なんか本当にちょっとでいいから。うん、ちょっと食べてみて。高見はちなみに辛いの苦手だからね。前情報言っとくと、うん、辛ラーメンでデッド。あら、
じゃあ本当にちょっとでいいかも。ちょっといくわ。マジで。あ、もうそれ言ったらやばいかも。本当にちょっとでいいからね。じゃあちょっといく、うん、楽しみなんだよな。うん、いただきます。はい、どう？あ、やばいでしょ。やばいでしょ。やばいよこれマジで。デッドでしょ。無理、絶対無理。これデッドでしょ。あ、もう絶対無理。息できない。絶対に無理。なんだこれ。よっしゃ。あ、ちょ、待って無理よこれは。もうなんか持ってるとか、お疲れした案件、持ってるとかじゃなくて無理。お疲れした案件、うん、ちょっと一口食っただけで汗えぐいやん。おかしいよこれ。すごいやん、もうめっちゃ額とかもすごいよ汗。すごいよ。サウナ行ってないからねこれ。サウナ行くのいいこれ。一口食っただけだよ。ちょっとじゃあ俺マジで頑張るわ。うん、頑張ってください。ちょっと俺じゃあ行くわ。俺もうダメだこれ。つくねとかね。うわやばそうだ。ああ、うわ。ああ、なんだこれ。すごいですね。もううまいとかじゃないの。痛いだね。痛い。うん。おお。え、すごい。これ何？これ厚揚げ？一番やばそう。染み込んで。マジ？うわ。マジで？すっご。あ。うん、あ、やばい、うん、やばい、うん。でも俺、有吉ゼミ見てるからさ。あ、そっか、有吉ゼミね。有吉ゼミ見てる。食べるからね、結果ね、うん、有吉ゼミ見てる。これなるべく多分水分取らない方がいいと思うね。確かに確かに、本当に。あ、ありがとうございます。あの、救済、救済、生卵、あとハイボールね、うん、あとハイボール、ハイボールも追加で、うん。すごい。えぐいな。えぐいよこれ。えぐいやっぱこれマジで。俺人生で食べた中で一番辛いわ。挑戦企画になったな本当に。一気に、あ、やばいやばい、レベルが違う。あ、やばいやばい、どうしよう。あ、やばいやばい。やばいやばい。怖い。水分だよ。いいの？水分だよ、それ。やばいやばい。やばいやばい。やばい。やばい。ああ。ああ。これやばいよ。え、タカミどうする？食べる？これ。卵を使って。じゃあ卵を使ってちょっと食べてみてよ。ちょっとずつね、うん、ちょっとずついくわ。行こう。救済してるから一応救済これあればどうにかなるかも、うん、一旦ね、うん、ちょっとずつ、うん、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、もうどこれでだいぶ変わるでしょ、うん、どっぷりつけてね。どう？最初わかんないんだよね。そう。やっぱ俺もやばいわ、マジでやばいわ。あ、もうごめんなさい。あ、無理、あ、無理、無理。いって、いってこれ。おい、やばいって。ダメダメダメ。これ本当に得意な人じゃないと生きていけないもん。やばいぜこれ。あ、汗がもうすごいんだってマジで。生卵で、これいいっすね。もつも入ってるから、うん、一応。やばいわ。生卵、はいはい、いけるぞ。なるほど。え、中和されたぞ。マジで中和される。あと馬持つ。あ、なるほど。この辛くない出汁とかを無料で頼める。なるほど。どうする？ひよってるか。まあ、負けでもあるよ。負けちゃ負けよそれは。どうする？まだいけますか。じゃあ俺はまだいける、うん、だからさ、辛くないタレを頼んで、うん、ちょっと締めのラーメンとかじゃ作ろうよ、はい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 、これで。マジで。もう本当に何も辛さのない。高見、普通に、あ、そうね、うん。
あと普通になんかつまみ。つまみね。あでも生卵を入れたら俺全然いけるわ。すごいですね。もうびっしょびしょなんだけど全身。汗もう滴り落ちてるやん。ほんと。いやー。これ生卵マストだな。救済なんで。うん。ハイボール進むわ。こんな激辛鍋。いいね、真夏の激辛鍋よ。ちょっとサウナ行くより汗かいてる。なあ。うん。行っちゃダメなの知ってんのに行きたくなっちゃうんだよな。行っちゃって。俺結構食ったと思わん？うん。だいぶ。すごいっすわ。何それ。豆腐の端っこ。カス。カス食ったじゃん。でも俺全然もう、生卵あったらもう、すごいわ。それ何食べた？豚バラ。豚バラ。豚バラ辛いやん。辛いやん。やばいな。最初の10秒なんかいけるかなっていうのやめてほしいわ。そうなんや、うん。それ辛さの意地悪だから。そう。あれいけるやん。辛っ。多分汗やばいな、マジで。やばいやばい。びっしょびしょ。これさ、はい。薄めようか。もう無理だな。ちょっとシャレになんないな。うん。これすっごいわ。それ同意書いるわ。阿部さんすごいですね。めっちゃ食ってるじゃん。ちなみにあとこんぐらい。すごいよ。やばいやばい。すごいわ。いやもう薄めようか。うん。無料なんでしょ薄めるの。うん無料無料。命の危険だわこれは。死にたくない。薄めよ。あのね、ほんと申し訳ない。調子こいた。うん。調子こいた。美味しく食べよう。うん。美味しく食べようよ。危ない危ない。ちょっとあの、箸休めで。はいはい。あの、うずらの卵。はい。うん。これ429円。うん。ちょっとこれでちょっと箸休めしよう。食べよう食べよう。うん。ああ。辛くない。マイルド。辛くないなぁ。すごいね。辛くないもんだって。うんまっ。めっちゃうまいな。いやだいぶ落ち着く、うん。これでなんか口の中だいぶ落ち着くわ。そうですね。うん。なんか、結構飲んでんのよね、俺。そうなんなんだかんだ。ありがとうございます。結構飲んでんのよ。6、7杯ぐらい。じゃないかな。うん、なんかもうね、辛さにちょっとね、取られて、何気飲んでんのよ。また2、2頼んだ。追加で、はい、ちょ無料でね、そう頼める0番だし。一番辛くないやつ。もう、こんなに辛いと思わなかったから、行こう。色が全然違うな。足りるか、これで。よしよしよし。足りるか、これ。一旦。足りるかな。うん。わかんないけど。これで、辛さが和らぐと、うん、いやもう1いっていいんじゃねえと思う俺足りない気がするわじゃあ分かったもう、はいはい、ラーメンとかもいかん。ああそうですね、うん、その締め系のやつもじゃあ一緒に頼んで0番だしをもう1個いって、うん、ラーメン系を頼もう。そうしましょう。でスープは全部ちゃんと飲んで、うん、やっぱ頼んだ以上ねこのラーメンあるからおすすめって書いてあるけど、うん、ちょこれいこう。これとちょ0番だし頼もう。もう一個スープ。もう一個ね。さすがにね。もう一個スープと、うん、このもやしとラーメンセットを注文しました。はい、で、ね、俺が一応まだハイボールが2。うん、で、タガミもまだ2。2があって、追加して。これで1万円いきました。はい。これを食べて飲んだら1万円終了ということで。そういうことで。もう薄めちゃおう。2つ入れましたね。2つ入れたね。ゼロから。まあでもこれラーメン作るから。うん、じゃあもやしも入れちゃおうか。そうですね。もやしも入れちゃって。で、麺は沸騰してからって言ってたから、うん、ちょっとじゃあこれでちょっと沸騰するまで待とうか。結構麺多いな。しかも。いいね。これ多分もうほぼ食える麺、茹でてある麺なのかな、うん。めっちゃ量多く見えるな。すごい。これちょっともうスープまで行って完食なんで。そうですね。で一応あのメンマとネギもあるんで、うん、これもじゃあちょっと入れてメンマネギもね。あ美味しそう。絶対うまいやん。うん。いいじゃない。これで、ね、まあちょっと煮詰ませて、はい、
まあ食べようか、そうしましょう。さすがにもうそんな辛くないでしょう。しょう。これであの辛さだったらやばいよ。やばいと思うな。ちょちょ、もうシンプル。あ、美味しそう。でもこのね、うん、太麺と、もうスープも俺入れちゃうわ、うん、スープまで飲んで一応完食だから。いやー、どうなんだろう。辛そうだね。でもどうなんだろう。でもいいな、ちょっと最後にラーメン。そうですね。よし、じゃあいただきます。はい、うん、ああ、うん、辛いね。辛いか、うん、辛いけど、あ、全然さっきよりは、あ、まだ全然食べない。辛いって感じ。あ、美味しい。あ、うま辛ラーメンになった。うまっ。よかった。うん、あの本当に甘みもすごいちゃんと伝わるし、うん、はいはいはい、ピリ辛。でも奥にね、すんごい辛い唐辛子がいる。マジで奥に。奴らがいる。奴らいる奥に。あ、でも麺ももちもちでうまいわ。ああ、一時はどうなるかと思ったけど、はい、いや、ちょっと和らげられてよかった。いや、本当よ。マジで。まあでも、ほぼ安倍さんが食ってもらわないとって感じな気はする。え、この感じでも？多分。美味しそうなんだよな、太麺で。うん。いただきます。はい。もう、無理やん。無理やん、もう。全然無理。マジ？薄める？ちょっとまだ、じゃあもうちょい薄める？まあ、さっきよりはマジ？無理か。え、無理ならじゃあ薄めようか。俺も全然薄めてもありだから。もう一段階薄めたい。じゃあ薄めよう。申し訳ないけど追加で辛いから。あ、無料なんでね。うん、うん、もうダブルで。無理だよこれ。そうね、これきついね。やっぱお腹痛いもんだって俺今。スープ頼んだ以上やっぱスープまで。そうですね、それはいくけどさ、うん、じゃあちょっとこれでいっちゃうわ。うん、よいしょ。いやー、絶対俺明日お腹痛くなる気がする。あら、いや、わかんない。ヤクルト飲んでください。ヤクルト飲まないと、うん、だいぶ薄めたやつで食べてみるわ。うん、あ、まあ辛いよそりゃ、うん、まあね。ただここまで来るとやっぱ激辛キムチ鍋みたいになったな。うん、うん、もう口の中がもう辛いからさ。そうなんですよ。もうなんか辛いのよ、うん、ずっと熱いもの食うと。ただもう全然食べやすくなる。うんうんうん、もううまみが感じれる。はいはい、美味しい。マジで美味しい締めラーメン。あ、スープうま。あ、スープうま。スープうまい。スープがうまいって感じれた。よかったよかった。あ、うまい。あ、でもこれぐらいにしたらマジで美味しいわ。うん、本当に美味しいチゲラーメンになった。ゼロからの出汁を3、4、そのぐらい入れますね。4ぐらい入れたか。うん、ちょっとやっぱ舐めてたね。ね。この激辛をね。30辛はすごいわ。本当にだから、あの、皆さんも気をつけてください。うん。俺はちょっと調子こきすぎたんで。ですね。マジでこれはやりすぎたね。うん。よいしょ。ああ。飲んだ。よし、ということで、全部一応麺食べて、あと残りこんな感じ。さてでね、もう1万円オーバーしてるんだけども、はいはい、これを頼んだよ。もうライスでリゾット、最後はチーズリゾットを追加しました。チーズリゾットで最後食べよう、締めよう。もう麺で締めたけど辛かったよ、きつかったよ。いや、まさか俺こんなチャレンジ動画になると思わなかったわ。
本当にもうこれが最後だから。そう、まあ、1万円はオーバーしたんだけども、うん、もう最後の最後はもうリゾットで、これ食って終わろう。でチーズ、はいはい、チーズ、よし。なんか作り方としてはこのヘラでチーズを伸ばしてって言ってさ、米とチーズ入ったらもうそんな辛くないんじゃないかな。米チーズ入ったらさすがにもう大丈夫かな、ね、いい感じじゃない、うん、これめっちゃもうチーズリゾットで、あ、美味しそう美味しそう。汁がなくなった、やっとよ、うん、あんだけ追加したからね俺ら。美味しそうじゃない。いやめちゃくちゃうまそう。さすがにこれもうあんま辛くないでしょう。でしょうなあ。いただきます。あ、うまい。おう、うまい。おう、辛かった辛かった。いやでも辛いけど今までに比べたらだいぶ、うん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 、チーズのマイルドが本当にマイルド。これだ、これだった、これだ。待ってたの。あ、辛いけど、うん、辛リゾット、うんうん、辛くて食えないってことではもう本当にない。あー、よかった。美味しい。結構お酒も飲んでますからね。おう、7杯ぐらい飲んでるか、マジで。辛さに隠れてマジで。そうよな、うん、チーズリゾット、リゾット、どうだか。はい、お、めっちゃ美味しい。お、はあ、まあまあ、まあ、辛いけどね。辛い、辛いリゾットって感じ。うんうんうん、うん、辛い、辛いけど全然いける、ね、全然いけるよ。一口目すげえうまみがくるけど、うん、うん、辛い、まあ、辛いのは辛い、うん、たださっきまでのものを食ってるからそうだね、うん、俺多分これで激辛だと思う。ああ、まあね、辛いね、確かに、うん、でも辛いのは辛いけどさっきまでのは違うよあれ、うん、あ、美味しい、美味しいよな、うんうん、はい、高見卵追加、何でさっきも追加してたよね。3個目、3個目の生卵。リゾットに卵をつけてってこと。そう、これをこう、うん、なんだろうね、この熱いってだけでもう辛くなっちゃう。そうだね。いやでも美味しいのよ。うん、美味しいのよ。そう、旨味はしっかりあんのよ。卵ないと俺無理だな。あ、マジ。ああ、すごいな。うん、よし、ついに全部食ったぞ。食ったぞ、ついに。いやー、スープ足して足して足して、まあ、もうこれはもう、うん、これはもう完食でいいよな。食ったでいいでしょう。これはあとこれ食べて、 それとこれで食べもね、うん、そう。でもやっぱ全然辛うまって感じ、うん、プルダック麺みたいな感じだな。確かに辛いけど甘みもめっちゃあるみたいな。そうね、甘みありますよね。うん、めちゃくちゃ頑張った。パチパチということで、ちょっともうこれ最後、うん、これ乾杯して終わろう。そうしましょう。じゃあ乾杯。はい、乾杯。そっか、俺ら酒飲んでたんか。そうなるわ。これはそれぐらいの感じ。ということでちょっとお会計が1万円ちょっと超えたんだけども、はい、1,893円、はい、モバイルオーダーで、いやもう注文履歴で言うとまあこんな感じ。だいぶ頼んでるな。ねえ、わあ、いっぱいいっぱい頼んでる。はい、こんな感じ。いやこの越後8月の2日まで、半額で飲めるんで、ぜひ皆さん来てみてください。あと本当に興味がある方はこの激辛鍋挑戦してみてください、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。